素敵な朝活で一日を始めてみませんか。網目状のこのパンの表面がパリパリっとして、なんかふんわり、とろっとしてまろやかです。こちらでお値段は480円になります。480円。はい、今日は美味しくてリーズナブルな和食、コーヒー専門店の優雅な洋食、2つのモーニングメニューをご紹介します。暑い日が続きそうですが、うん、そんな中朝から元気が出る朝ごはんの話題ですね、うん、ということで今日は大橋さんに伝えてもらいます。はい、よろしくお願いします。モーニング特集の2回目です。今回は驚きのおかわり自由メニュー、そして優雅にジャズを聴きながらいただくモーニングが登場します。卵おかわり自由、和食のお店。朝の福島市中心部です。通勤通学する姿が多いですね。こちらに活力をもらえるモーニングがあるということで行ってみます。お邪魔したのは福島市パセオ通りのビルの2階にあるお母さん食堂。地元のお母さんたちが作る愛情たっぷりの定食のお店で、ご飯の進む手作り料理が朝、昼、夜と楽しめるんです。卵かけご飯になります。卵かけご飯来ました。卵にご飯に、いいですね、お味噌汁にお漬物にお海苔。こちらでお値段は480円になります。480円。はい、500円でお釣り来ちゃうんですね。嬉しい。ちなみに卵がおかわり自由となっております。はい、卵ですか。はい、ご飯ではなくて卵になります。おかわり自由なんですか。はい、いっぱい食べてください。何個でも。はい、物価高で卵もね、確かに値上がりしてますよ。すごい、それで480円なんですか。はい、さらにご飯にもこだわりが。福島県産のブランド米天の粒をガス窯で炊くことで、一粒一粒芯のないふっくらとしたご飯に仕上げています。わ、美味しそうだ。ご飯の量は少なめ、普通、大盛りと選べます。使ってる。飲み物もセルフサービスで飲み放題。ほうじ茶は福島市の日本茶専門店のほうじ茶を使用しています。それでは卵かけご飯いただきます。まずはご飯に溝を作りまして、そうなんです、この光景が見たいんですよ。卵の周りに特製のタレをかけます。もう美味しそう、ね、かけました。外は曇りですけど、今ここには太陽が昇っております。では改めていただきます。とろっとしてまろやかです。卵の甘みもあるんですけど、噛み締めていくとこの福島の米のお米の甘みがじわじわっと広がりますね。いや、これ本当一日元気にご飯いっぱい食べて始められますね。味噌汁は出汁を取って優しい味に。組み合わせ、しみますね。お出汁が効いてます。日本人でよかったなって思いますね。でまた卵かけご飯に。朝ごはんは最近始められたそうですね。去年の12月にから始めました。なんで始めたんですか。この中心市街地に朝ごはん食べれるところがあまりなかったので、まあ、家庭的な料理を食べていただいて元気に仕事に行ってもらおうかなっていうコンセプトですね。お客さんの反応は。今日はどちらからいらっしゃったんですか。今日は市内から。そうなんですね。はい、朝ごはんを食べに。そうなんですか。こういう朝ごはんを出すお店ってのはいかがですか。ねえ、
いいですよね。なかなかこう朝早朝にやってるお店ってないので気軽に入れるのがいいなと思いました。注文されたのは卵かけご飯っていうのが珍しいなと。480円で、はい、いかがですか？安くていいです。卵もおかわり自由って聞いてたのでおかわりして食べたいと思います。今日何個ぐらい？2、3個食べます。モーニングメニューはまだまだあります。お店の名前がついたお母さんセットは目玉焼き、ウインナー、ご飯、味噌汁、生野菜、小鉢。目玉焼きは卵焼きに変更することもできますよ。こちらはネバネバ丼。納豆、とろろ、高菜、梅肉、卵黄と胃腸に嬉しいネバトロ朝食で体の中から元気に。梅肉がいいアクセントになってさっぱり食べることができるんです。暑い日にぴったり。家庭的で庶民価格なお母さん食堂で朝ごはんを食べて元気な一日をスタートさせてみてはいかがでしょうか。続いては優雅な洋食モーニング。お邪魔したのは会津若松市。レトロな雰囲気の会津コーヒークラブ。ドアを開けるとテーブル席をはじめカウンター席もあり、お一人様でも楽しめるカフェです。素敵な空間。心地よいジャズ、落ち着く照明と非日常を楽しむ喫茶店ですが、キッズスペースもあり子供連れでも安心です。いいですね、嬉しい。去年10月から始まった会津コーヒークラブのモーニングメニューがこちら。 A セットはバタートースト、ベーコンエッグ、生ハムサラダ、温野菜、コーヒーです。華やかな朝食ですよね。お店はご夫婦で営んでいます。奥さんは会津生まれで結婚を機に東京へ。ご主人と東京で暮らしていました。モーニングを始めたきっかけは何だったんですか？モーニングを始めたきっかけは、そもそもこのお店は10年前に始めたんですけど、うちの母が認知症になってしまって、ね、どうしても東京では無理だったので、こちらに帰ってきて喫茶店をやりながら母のお世話をしてたんですけれども。ご主人はずっと東京だったんですか？そうです、そうです。離れて会津若松と東京で住んでたんですけど、去年の9月にやっと会社を退くことができたので、主人が来てじゃあモーニングをやろうっていうふうに言われたことがきっかけですね。朝食ってもちろん自分で作るのもいいんですけども、こういうモーニングみたいなものも含めてやっぱり食べるとこう人間元気が出るじゃないですか。だからそういうのがこのお店でもあるといいなと思って、はいっていう話をして、それでやるようになったんですね。去年9月から夫婦で営めるようになり始まったモーニングは、お店自慢のコーヒーから始まります。こちらはグアテマラコーヒー。いただきます。すごくすっきりとした味わいなんですけど、香りは鼻の奥をくすぐる感じですね。軽快に朝を始められる味わいです。そしてモーニングのバタートーストは厚切り。横から見るとその厚さが分かりやすいですよね。わ、網目状のこのパンの表面がパリパリっとして、なんかふんわり、そしてバターの香りが贅沢に広がります。会津産のアスパラガスは温野菜でいただきます。甘い、ね、あのみずみずしいんですけど程よくのシャキッとした感じもあって美味しいです。さらに優雅にモーニングを楽しみたい方にはこちらの B セット。フレンチトースト、ベーコンエッグ、温野菜、チーズ焼きカレー、生ハムサラダ、
下郷町の金子牧場のヨーグルト、季節のフルーツ、コーヒーとボリューム満点です。わあ、満足度高いな。これはテンション上がるな。フレンチトーストいただきます。ふわふわ、うん、甘い幸せな世界が広がってます、うん。今月からモーニングメニューに新セットが登場。ガーリックを塗って焼き上げたトーストにトマトがたっぷりトッピングされて、爽やかな酸味が食欲をそそる一品です。アイズコーヒークラブの落ち着いた店内は何やら秘密の隠れ家的な雰囲気がありました。いやお母さん食堂もアイズコーヒークラブも対照的なお店ではありますけれども、お客さんにいい一日を送ってほしいという優しさを感じましたね。そうですね、あのジャズを聴きながら朝ごはん食べられるっていうのは本当に一日の活力になりますよね。特別な一日になりそうですよね、はい。さすがコーヒー専門店で、コーヒーを抽出するお湯も一度単位温度計で測って管理するこだわりようなんですよ。このモーニングで出すガテマラコーヒー、普段は1杯600円で出てるんですが、はい、それにプラス200円すると A セットが楽しめる、お得ですよね、うん。そしてこちらのお母さん食堂の卵かけご飯、はい、カウンター越しに作っている様子だや音などを感じて家庭的な雰囲気も届けたいとお店の人は話していました。ただいまって言いたくなりそうですね。行ってきます、ね、うん。卵はね、最多で6つ食べた方が今までいらっしゃったそうですよ。いいですね、はい、お得ですね。 お腹も心もいっぱいになる、満たされる、そんなモーニングご紹介しました。チャレンジ、挑戦していく。ハート、心を込めて、ユニーク、独自の目線で県民の皆さんとつながる番組であるために、ゴジテレ中。